シュパイヤー技術博物館は、ドイツのラインラントプファルツ州シュパイヤーに位置する技術、博物館。1991年、シュパイヤー技術博物館は、ジンスハイム自動車、技術博物館の分館として開かれ、現在ジンスハイム自動車技術博物館協会に、加盟する。2004年現在、展示物は2000以上、展示面積は15万平方メートルを超える。 一年あたりの来訪者は50万人以上である。それらの展示物に加え、同博物館は大きさ22メートル X27 メートルの IMAX ドームを誇る。ボーイング747、ディラーホール技術博物館の潜水艦 U-92002 年春、ルフトハンザドイツ航空はボーイング747の200航空機を来訪者に便の良い同博物館に寄贈した。 2008年4月、ロシアのブラン、オーケー・リッカ、同博物館に輸出され、これは現在ウォークインエキシビションとなっている。他の見どころとしては、ケリーファミリーの小ン・オケリーのハウスボートやドイツ海軍、潜水艦 U-9 がある。ありがとうございます。